松井胸の上6三年5月19日は、戦国時代の武将、東東海の国人。今川氏の家臣、東東海二股城主、通称は五郎八郎、後、左衛門の佐、松井貞宗の子、今川義元の近従を務め、後には三河尾張方面の遠征軍指揮官として、中説を積むが、 桶ケハザマの戦いにて戦死した。栄翔十二年、東東美松井氏の総領で、東東海国津津美城主の松井定宗、次男として誕生。家督を継いでいた兄、新主家が病死すると、協力二年に家督及び、二股城主を継いだという。今川氏照、今川義元、今川氏真三代にわたり、家臣として仕え、寸布在番衆を務めたほか、 今川氏の軍略に従い各地を転戦し、天文16年9月には、天野秋守と共に、三河国の田原城路攻めの最善で、粉骨無比類の働きをして、主君、吉本から感情を受けた。永禄2年2月には、父、貞宗、永禄三3年、今川吉本の終わり遠征に従軍し、桶狭間の戦いでは、宗信率いる一党は、本人の前蔵内に配置されていた。 織田軍が強襲した際には本人を守るため、宗信は手勢200名を率いて馳せ戻り懸命に奮戦したが、宗信以下ほとんどが討ち取られたと伝えられる。去年46、宗信の,の死後、新主の子、宗近が二股上司となったが、範囲を疑われて、寸府で誘殺されると、その後を信のの子、宗常が継いだ。 今川氏の支配力が衰え、三河で独立した徳川氏がとうとう見え、海の武田氏がするがへ侵攻を始める。この情勢を受け松井氏は、どちらの支持勢力となるかで家中の対立が生まれ、分裂することになった。宗信の,の着子宗常と同族、松井隆子保の小宗直は、はじめ、永禄十一年十二月に、二股城にて徳川家康に降伏して城を退去したが、 元気三年に来航した武田信玄に降り、その将、与田信繁に属して、二股城守備に再度ついたと推定される。しかし、武田氏水望とともに、与田の武士も家康に味方し、松井宗直系の東東美松井氏は再び、徳川氏に帰参したと思われ、以後新州マリコ河原合戦で先行を挙げて徳川、直参旗本、松井氏となる。ところが、三河松井氏が、 不大大名となり、聖は源氏ためよし流を称したためか、宗直一族は、関西重修諸家府では、立花聖に分類され、その案文において、聖は源氏ためよし流発祥を主張している。国指定史跡桶狭間古戦場伝説地にある、松井宗信の墓二股上司として、今川氏の最盛期に貢献し、桶狭間の戦いで宿の守るため壮絶な戦いを、 繰り広げ戦死した宗信は、後世、その忠節への敬意も含め、とう海松石中高の祖とも呼ばれる。現在、国指定史跡桶狭間古戦場伝説地と、天竜院に墓碑がある。大日本帝国陸軍大将の松岩根は、この松石の子孫で、先祖、特に胸の部の偉業を敬い、たびたび墓碑に訪れ供養したという。ありがとうございます。